パキスタン分離独立赤矢印は、ヒンドゥー教徒、シク教徒難民の動き、緑矢印は、イスラム教徒難民の動き。灰色は当時、貴族が未定だったジャンムーカシミール藩、王国及び、ハイデラバード藩王国インド・パキスタン分離独立、略称として、インパ分離、インパ分断などとも、は、百四十七年八月十四日及び十五日に、イギリス領インド帝国が解体し、 インド連邦とパキスタンの2国に分かれて独立したことを指す。インド独立運動における最大の悲劇に数えられる。この結果、インドとパキスタンの両国が並び立つこととなり、この2者の対立は今日に至るまで続いている。ジンナーとガンディー第二次世界大戦の結果、イギリスは勝利したものの疲弊して、超大国の地位から転落することが確実となり、 脱植民地化の流れが強まる中で最大の植民地であったイギリス領インド帝国の解体は不可避になっていた。イギリス領インドにおけるヒンドゥー教徒とイスラム教徒の分布しかし、当のインドでは多数派のヒンドゥー教徒と社会的少数者であるイスラム教徒の対立は激しさを増し、特にムハンマド・アリー・ジンガーを指導者とする全インドムスリム連盟は1940年の ラホール決議で二民族論を唱え、ヒンドゥー教徒とイスラム教徒の分離を強行に主張していた。マハトマガンディは、こうした分離の動きに強く反対して統一インドの実現を唱えており、インド国民会議派も、政教分離、世俗主義の立場から宗教による分離には慎重で、インド共産党やヒンドゥーナショナリストもそれぞれの反応を見せたが、分離の勢いが止まることはなかった。 マウント・バッテン総督とガンディ・イギリスも当初は、ヒンドゥー教徒の多い地域にヒンドースタン、イスラム教徒の多い地域にパキスタン、そして、各藩王国を残し、この三社でインド連邦を構成する独立案を構想していたが、合意は得られなかった。そこで、イギリス領インドの最後の総督ルイス・マウント・バッテンは、インドを一体とする計画を諦め、1947年6月4日、 イギリス領インド帝国をインドとパキスタンに分割することによる独立を同年8月15日をもって行う案を声明した。また、独立後の統治の暫定的な枠組みをイギリス議会が制定した1935年インド統治法によって行うことも含まれていた。7月18日に施行された1947年インド独立法は イギリス領インドをインドとパキスタンの二つの新しい国に分割し、それぞれの国の憲法が施行されるまで、イギリス連邦の自治領とすることを定めた。マウントバッテンが分離独立を示してから実施に移すまででも2ヶ月強インド独立法の施行からならば、わずか1ヶ月弱しかなかったことも問題だったが、それ以上に大問題となったのは、イスラム教徒が多数を占める地域が、 イギリス領インド帝国の東西に分かれて位置していることであった。このため、西のパンジャーブ地方と東のベンガル地方はそれぞれインドパキスタン両国に分割され、パンジャーブ地方はパンジャーブ州とパンジャーブ州に、ベンガル地方は東パキスタンと西ベンガル州に分割されることとなった。この地理的分割の作業は、それまでインドに縁がなかったロンドンの法廷弁護士、 シリル・ラドクリフに委ねられ、このため分割線はラドクリフラインと呼ばれるようになった。なお、この分割線は独立当日まで公表されなかった。ベンガルでは1905年のベンガル分割令に近い形での分離がなされたが、パンジャーブでは分割の経験がなかったため、混乱はより大きくなった。パンジャーブで鉄道車両から溢れる難民暴動を調停する。 ガンディメディアを再生する鉄道車両に満載される難民そして両地方ではヒンドゥー教徒地域のイスラム教徒はイスラム教徒地域へ逆にイスラム教徒地域のヒンドゥー教徒はヒンドゥー教徒地域へそれぞれ強制的な移動、流入による難民化を余儀なくされた。イスラム法には異教徒の支配下にあり宣教とジハードによる状況の打開が当面不可能な場合 イスラム教徒が支配する領域に移住すべきという思想がある。その思想に基づき、イスラム教徒の間で、ムハージェル運動と呼ばれる移住運動が展開された。この時短期間での1000万人以上もの人口流入によって生じた大混乱のため、特にパンジャーブ地方では、領教とかに数えきれないほどの衝突と暴動、虐殺が発生、さらに報復の連鎖が、 各地に飛び火し、一説によると死者数は100万人に達したとされる。この時生じた両者の不信感そして憎悪がインパ関係の後々まで影響することとなる。一方カルカッタではガンディの尽力により虐殺が抑えられた。パキスタンの独立は8月14日に、そしてインドの独立は8月15日に行われた。ジンナーがパキスタンの総督となり、 また、ジャーハル・ラール・ネルーが、神聖独立インドの首相となった。しかし、そこに至る道、及びその後の両国が歩んだ道は決して平坦な、ものではなかった。独立の日のデリーのラール・キラー保守的な、イギリス人にとって、この事件は、かつてのインド総督、カーゾン教が予言した通りの、大英帝国の没落の現実化であった。また、 インドに流れ込んだヒンドゥー教徒及びシク教徒難民、パキスタンに流れ込んだイスラム教徒難民は、デリー、ボンベイ、カルカッタ、カラチ、ラホール、ダッカといった両国の大都市に巨大なスラムを生み、両国に膨大な都市貧困層を生じさせて、社会の不安定要因となった。ヒンドゥー、イスラム両教徒の間の不信は、両者の融和を説いたガンディに対する反発を生むこととなった。 特に民族義勇団などのヒンドゥーナショナリストからは、イスラム教徒やパキスタン側に対して情報しすぎるとして敵対視された。その結果、翌1948年1月30日、ガンディは、狂心的なヒンドゥーナショナリストによって、デリーで暗殺される結果を招いた。非暴力を説いたガンディが、暴力の連鎖を止められず、自らもその中に倒れたことは、 悲劇の象徴として捉えられた。メディアを再生するインドパキスタン間の難民また多くの反王国は、インド側の副首相、バラブバーイ・パテールの巧みな交渉もあり、インドに帰属したが、大反王国のニザーム反王国とジャンムーカ・シミール反王国はその態度を最後まで決めかねており、1948年9月インドはニザーム反王国を強制併合したが、 ジャンムーカシミール藩王国においては、その貴族をめぐって第一次インパ戦争が発生し、その後のインパ戦争とへと続いていく。そして、パキスタンは東西に分かれた領土を持つこととなり、国家として不安定な状況を生むこととなった。これは、最終的にバングラデシュ独立戦争と第三次インパ戦争を経て、東パキスタンがバングラデシュとして独立するまで続くこととなる。 さらに、両国の対立は、インドの核開発と、それに対抗するパキスタンの核開発という形で、南アジア地域にとどまらない世界的な国際政治の不安定要因を生み出している。また、両国の対立はインドが世俗主義であるのに対し、パキスタンがイスラム教を国教としているという、両国の国家理念の根本的な違いに起因するという見解もある。これは、 インドでは、ムガル帝国の三代皇帝アクバルが民族優和の象徴とされているのに対し、パキスタンでは六代皇帝アウラングゼーブがイスラームの教えを遵守した英雄とされている点からも伺える。ありがとうございます。